はい、ということで、今日は AKB48 劇場9回目のお誕生日です。今年2014年は本当に AKB にとってたくさんの出来事が起きました。それは仲間との別れでもあり、そしてグループとしての本当に危機でした。その全てを乗り越えて、こうして9年目という素晴らしい形をこの劇場で取れたのは本当に皆様のおかげだと思っています。振り返れば2005年12月8日私たちはこのステージに立っていました。正直初めの頃は秋葉48と祖母のお仕事では言われ続け、なかなか一般的な知名度も上がらず、とても苦しい思いをしました。ですがそんな時もこの劇場はここにあり続けてくれました。どんなに辛い時も、どんなに困難な時も、私たちが苦しくて立ち上がらなくなりそうな時も、この場所に戻ってくれば皆さんが笑顔で、そして声援を送ってくれる。この場所は私たちにとって我が家です。我が家であるこの劇場には2つの柱があります。正直すごく邪魔です。でも恒例になっている行事があります。1年に1度この12月8日という日、この劇場の誕生日にはピンクのテープが貼られることになりました。いつかピンクのテープでいっぱいになって、この柱がなくなればいいな、なんてそんな思いも託しながら結成1年目から続けている行事です。最初はそんな意味もなかったことかもしれません。ですがこうして9回目、こんなに素晴らしい皆さんと、そしてたくさんの仲間たちとこのテープを貼ることができたことがとても嬉しいです。そして来年はこの柱に10本目のテープを貼ることになります。 AKB48 10周年です。振り返ってみると本当にあっという間だったなというふうに感じることもあれば、ここまでの道のりは長かったなというふうに感じることもあります。10周年、節目の1年だと思います。ここで私から一つ発表させてください。私高橋みなみは2015年12月8日をめどに AKB48 を卒業します。まだ1年先の話です。ですが私は AKB48 グループの総監督です。メンバーに引き継ぐ時間、猶予をいただくためにこのタイミングでの発表とさせていただきました。私はAKB48 に入って本当に良かったと思っています。仲間との別れもたくさんありました。同期ももう3人しかいません。気づけば周りの景色も変わっていました。同じ曲でもいないメンバーばかりで、私はなぜいるんだろうと思うことがなかったと言ったら嘘になります。それでもここにいて良かったなと思えるのは、秋元先生をはじめとするスタッフの皆さんと、そしてここにいる素晴らしいメンバー、そして何よりファンの皆さんに出会えたことが私の人生の一番の宝物です。私がこの AKB48 に恩返しできることというのは少しかもしれません。一握りかもしれません。でもそれでも何か
この未来を、AKB48 の未来を担う子たちに何か残してあげたい。それが私にできる一つの恩返しの形だと思っています。私がいなくなってからの AKB48 グループ引っ張るのは、次期総監督として横山由依を指名させていただきます。正直総監督はしんどいです。きついです。あの近くにいるメンバーを感じてると思います。だからこそ私は仲のいい横山由依にこの総監督という名前を渡すのはとても嫌でした。きついと知っていながら大切な後輩にこれを託さなければいけないというのは本当に苦しいです。私で終わらせようとも思っていました。ですがやっぱり女の子の大人数のグループです。話に花が咲いて全然集中できなかったり全然まとまらない時も多々あります。そんな時に一声、行くぞ、やるよという言葉をかける人がこのグループには必要だと思いました。今回はお前来れるかな。AKB48 グループの応援をよろしくお願いします。